like a Bacardi. Nobody's like a Bacardi. はい、じゃあまあカラスさん、富山で富山でまあそういったブルースシーンがもう出来上がってたってことですね。ブルースコミュニティがね、まあ、レコーディアを通してその時はね、うんうん、今は全然ないみたいだけど、ね、まあそうですか、うん、バーとかはブルースそういういやそんな専門のバーなんてないね。引き継がれてないってわかるものが、いやいや、まあある程度はあるかもしれない、うんうん、まあ、そんなはっきりとはないですね。そうですか。まあ、じゃあカラスさんといえばほらヒコリをヒコリのブルースマンっていうか、まあ勝手にブルースだよ、まあ、決めたったけどね、俺はね最初そういう風に売り出された、うん、うんうん、ヒコリって俺めちゃめちゃ興味あるんですけど、うん、俺もね、野生児やったからだけど、うん、自然、そのヒコリを始めたきっかけをうわ、ヒコリ始めた、まあ、ただ職場行ったらあったのあ、そんだけもうそんだけ選ばざるを得ない、もう選択肢もなかった。
っめっちゃもうあの、うん、日当良かった。見たらもう桁他のやつと比べて桁違いに良かった。うんうん、倍ぐらい良かったから。ただそれはあの緊急雇用対事によって言って、うん、緊急でその失業者を一時的にね限定で期間限定、うん、その補助金が出てやるやつだったからね。ああはいはい。で3ヶ月ぐらいで終わりだったんだけど、うん、したらまあ俺これで終わりだと思って土建屋でアルバイトしたなら、はい、そしたら森林組合から、うん、あの働きが良かったから、うん、来ないかって言われて、採用じゃないけども、まあ、採用っていうか、まあ、採用とかないの、うん、あ本当。もう全然臨時あの季節雇用労働者だから、うん、もう全然 やる気があれば仕事なかったらないし、うん、ああそうか、ないときないんだね。ない。あだからまあそういう感じでやり始めました。あ、うん、まあ雨の日とかカッパ着ながら、もちろんもちろん休みなんない。え、休みにはならないでしょ。ああ、俺たちはならないね。地方によってや雨だったら絶対休みになる地方もあるらしいけど。大変ですよね。熊とか出そうですね。まあ出るよね。うん。でも山の中にいる熊は襲わない。あ、ね、なるほど。うん、全然襲わない。まあヒグマとかとちゃうからね。月のワグマは大丈夫。いや、月のワグマはもう下に行ってるやつはちょっと頭おかしくなる。うんうん。あ、そっか。すごいおかしくなる。下に行ってるやつは凶暴だけど、山にいるの、うん、今でも全然。あ、本当ですか。全然ってことはないけど、うんうん、まあ、まず 襲われた人いない。ああ、うん、そうなんだ、うん、そう全然わかんないね。出会い頭であっても、まあ、逃げ場あったらみんな逃げてるからね。あ、何回ぐらい遭遇しました。いや、俺は車の中かしか会ったことないけど、ね、ほぼない、ない、うん、俺はもう2回、3回ぐらいしかない、うん、仲間はものすごく会ってる。うん、ああそうなんだ、はい、やっぱり季節で言ったらやっぱ夏と冬って違いますね、うん、いや、冬は楽ですよ。あ、冬は楽なんですか。冬はもう、やぶがまあ雪の下になるし、それに虫いないしね。ああ夏はもうスズメバチとかも大変だからね。確かに。もう毛虫とかもひどいもんだからね。ああ。もうみんな自然はいいとか言うけど、うんうんうん、あんな荒くれ荒ぶる自然の中に入ったらもう自然なんて嫌になる。ああ、わかる。夏はそうだね。わかるわかる。うん、もうクワガタとか取りに行ってたんでわかります。うん、ねえ、はい、蚊もおるし。もちろん。でも気候変動。ね、そうですね。まあなんか騒がれてるね、世の中。ね、やっぱりカラスはやっぱそこでなんかこう自然のなんか感性とか、うん、なんか曲に活かせたりとか、なんかあるんですか。よく聞かれるけど、自分では全く感じてないんだけどね。うん、でも、うん、おそらくなんかあると思いますよ。うん、それは。あ、毎日フィトンチッドっていうやつが浴びてるからやっぱ体も多分元気になってると思うし。なるほどね、自然エネルギー。おそらく間違いないと思う。俺、うん、あのパニック障害っていう病気だったけど、あ、本当ですか。やっぱ山で仕事するようになってからどんどん良くなって、今ほとんど出なくなった。あ、症状も、うん、だからそれもしかしたら山のせいかもしれない。はいはいはい、はい、なるほど。いや、あれよく感じてしまうんですね。まあね、パワーなんかあるよね。うん、まあ太陽も浴びるし、うん、まあ、健康には太陽はあんま浴びない。あんま浴びないんだ。木の下ばっかりだ。あ、影で、日陰で。あ、そっか。でもね、自然の中で言えばとりあえずね、大変とはいえね。そうしたらね、鬱とか、うん、そういうなんか多いじゃないですか、家に引きこもってる人とか、そういうのもね、やっぱり畑したりとかそういうのあるんじゃないですかね。うん、いいんじゃないかね、うん、と思いますけどね。はい、あんま無責任なことは言えないけど。あ、まあね、うん、精神にもすごい山はいいと思いますね、本当に。その虫とかがあれば、ね、流行ってますもんね。え、登山。ああ、登山ね。僕はあまり苦手なんですけど、うん、岩山とかはどうなんだろう。やっぱ木が生えてたら俺なんかいいような勝手な気持ちがしますけどね。なるほどね、うん、でその木こり、まあ、自然、その職業が音楽に与えた影響とかあります、うん、まあ、パワーになったとか。それはさっきから言ったように一つも意識したことないですね。意識したことはない。まあ、そうかそうか、全くないですね。分かんないんだね。俺はただ金を稼ぎに行ってるから、ね、正直言ってそれ必死ですよ。まあ、そんななんか命かけ、ね、音楽のためにやってるとか、あ、そんな意識なんか持ったことない。あ、まあ、それはね、そうかそうかそうか。もうすぐ死んじゃう仕事だからね。うん、まあ、やっぱり亡くなられた方も、まあ、周りにいますよ。あ、ほんまですか。何人もいますか。あ、ほんまですか。うん、まあまあ確かに危ない作業ですね。はい、
どこを